こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今自分の部屋のまた片付けをしてて、で前はここの部屋にベゴニアを置いてたんですけど、もう外に出してしまったので、今あるのはこれだけですね。エゴの木とセイロンランティア。セイロンランティアは何しろ15度以上じゃないと育たないっていう、悩ましい植物で、一応葉っぱが残ってるんですけど、これ夏になったら元気になるのかな。まあ、また最低温度が15度以上にならないと外に出せないので、まあ、ちょっともうしばらく一緒に生活します。ヘゴの木はもうあのまんまちょっとしばらく育てます。というわけで、今はクローゼットから冬物をちょっと抜き取って、それで着なさそうだなっていうのを手放しているということをしています。なんか一気にこう全部出してとか、もうそういうのはちょっと大変になりすぎたから、もう一回、あ、何回やったかな、なんか2、3回そういう全部出して中身の中から選んで手放してみたいなことはもうずっとやってきたので、まあ、今はちょっと着ないなっていうのを抜き取っている作業をしています。下はお布団ですね。今年ちょっと自由で買ってきた春物を紹介しちゃおうかな。こういう感じで着たいと思っています。これはすごい最近購入したものです。これは着ないな。これは着ないですね。2年、3年着たかな。3年着たかな。タートルの、まあ、白だからちょっとね、なんかくたびれた感じがある。これちょっともう着ないな。ちょっとウエスト部分が窮屈でしたね。そうだね。あ、これもう着ませんね。毛玉が出てきたし、このペンキ塗ったんですよね、台所と棚に。その時ペンキがついて取れなくなったし、これは着ないかな。どうしよう、これ着ないな。これ着ない。着なーり。これ着ない。もう絶対着ない。腕が窮屈。着ない。これちょっと寒い日があるのでちょっと取っときますけど、基本的には手放す候補ですね。
22。ちょっととりあえずトップス22枚、これか、これも一つあった。23枚だ。これどうするかな、ちょっと悩み中。トップス23枚で1、2、3、4、5、6、7本ハンガー余らせてあります。23、まだこっちにあるのか、24、25、これ着ないね、まあ、いいや、25、トップスが25です。コートとかそういうのがちょっと除いてトップス25枚ありました。と7枚分ハンガーが残っています。春物追加するかもしれませんけど、1、2、3、4枚とボトムス1枚、5枚手放します。もういいね、着ないね。手放す候補1個、これ冬物、これはもう手放します。これね、あったかくなったら手放します。なので1、2、3、4枚のトップス、5枚のトップスをもうすぐ手放す感じですね。で、春物を買い出したのが5枚ぐらい春物買い足しています。で、前回5枚手放してまた5枚手放すので、まあ、5枚減という感じですね、減りました。あー、そんな感じです、まあ、いつも見直して。でもこれだけ余裕があると私、まあ、捨てる方が多かったので10枚捨てて5枚購入してるので、まだ5枚買ってもまあ許せるねっていうところですね。まあ、もし買い物に行って欲しいものがあったら買うかもしれませんが、今のところこんな感じで冬物は10枚処分します。10枚、いや、もっと処分しましたね。こないだ捨てたんですよね。こないだ5枚は捨てたのか、6枚ぐらい捨てたのかな、まあ、11枚手放します。そして春物はまだ5枚しか購入してきていません。ちょっともうちょっと考えて、ちょっと色が暗いよねなんかね、最近あんまりこう、まあ、これはちょっと派手だけど、あんまり派手な色のもの着なくなっちゃいました。また顔写りのいいものも購入したいと思います、春だからね。というわけで10枚冬物を手放し、今5枚購入したところです。その後こちらのクローゼットにちょい置きしていたダウンのベストとかあったんですけど、それも手放しました。なので全部で13枚、カーディガンとちょっと洗濯しないでちょい置きしてたのがあったんですけど、それもちょっと傷んでるので手放して、結局13枚、そう前回のも入れると15枚ぐらい冬物を手放すことにしました。なのでそれで購入した春物が5枚でした。またちょっと着たいものがあったら買うかもしれないけど、今のところちょっと困ってないので、こんな感じで片付けました。やっぱりね、まず捨てるっていうのが先にやるのが私は好きですね。そしてゆとりがあって余裕が出たところに欲しいものが、本当に欲しいものがあれば買うっていう感じです。やっぱりね、手放していくとまた良いものと出会ったりするので、なんかいいなと思っています。まあ、とにかくね、循環させるということを目標に日々物を増やさないようにして暮らしています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。